丸山あまねは、日本のタレント、ディスクジョッキー、ナレーター、放送作家である。別名義に、カレー研究家、野菜ソムリエ協会カレーマイスター、養成講座講師として活動している、スパイシー丸山がある。MIT 所属、北海道白尾郡出身、北海道苫小牧南高等学校、北西学園大学卒業、エアー g に、 番組制作スタッフとして勤務した後に上京。ラジオパーソナリティやナレーター、レポーター、放送作家としての活動のほか、クラブ DJ として、各クラブイベントに出演している。北海道では有名なローカル CM であるのぼり別、熊牧場の CM ソングのラップを担当した。特技は、カポエイラ、DJ プレイ、カレー作りである。2007年4月7日から、 カウントダウンコネクションズに出演。同年、自身が企画、構成、出演を手掛ける FM 長野の特別番組、FM 長野超常現象スペシャル座右方向や、あなたは奇跡を目撃するが、日本民間放送連盟賞、ラジオエンターテイメント番組優秀賞を受賞した。2009年5月3日の横浜開港150周年、記念横浜港祭り国際仮想行列。 ザ・横浜パレードの中継番組では、スタジオ MC 及び会場リポーターを務めたり、高田信彦がパーソナリティを務めるインター FM の番組ダディードライブでは、構成作家を務めていた。趣味は、カレー作りで、カレー研究家の肩書きも持ち、実店舗に赴くだけでなく、レトルトカレーも堪能していると語る。スパイシー丸山としての活動は2008年から開始し、 野菜ソムリエ協会カレーマイスター養成講座では、カレーヒストリーを担当している。スパイシー丸山として、番組等に出演する場合は、ラジオでもターバンをかぶっている。ブログではカレーにまつわるニュースや、食べ歩き、カレーレシピも公開しており、中にはスパイスから作る時短カレーもある。また、世界初のカレーヒップホップユニット、スパイスボーイズのラッパーとしても活動したり、 不定期でカレー屋会と称した自身が調理したカレーを振る舞う会を開催している。2017年6月1日付でスカイコーポレーションからあっつ売りに移籍。他多数ほかほか。ありがとうございます。